サンピエールミクロンの非公式な旗。2、サン・サンピエールミクロンの旗は、公式には、フランスの三色旗が用いられている。これとは別に、地域的に用いられる非公式の旗がある。サンピエールミクロンの非公式な旗は、1982年に作られた。青字に黄色い船が描かれており、ホイストには3つの長方形の領域があり、別の旗の衣装が組み込まれている。船は、 ジャック・カルティエが1536年6月15日にサンピエール島を発見した際の乗船グランドエルミーヌ号とされる。ホイストの衣装はこの島々に移住した主要な3つの集団のルーツを示すもので、上からバスク人、ブルトン人、ノルマン人を表している。この非公式な旗のデザインはレオン・ヨーネルによってデザインされたサンピエールミクロンの紋章と要素を同じくする。 この非公式な旗をデザインしたのは地元の実業家であるアンドレ・パティラールである。ありがとうございます。